すぎやのなぎです。今日は習い事がある日のルーティンを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。できました。おかえり。なぎは習い事空手習ってるんですけど、空手は7時から8時半までなので、その間になんか夜ご飯とか学校用意とか空手の用意とか宿題を済ませていきたいと思います。今日の宿題はこの録画したんですけど、毛糸です。最近なぎは小数の足し算の筆算をしてます。あ、筆算系めっちゃ得意。得意な。うん、めっちゃすごいやん。筆算簡単やん、足すだけ。でも分かったら簡単やな。うん。8足す8は16。はい。で、次は532足す5は2310。こんな感じです。おお。学校の用意とかしていきます。はい。なぎの学校のカバーはこんな感じ。学校の時のな。そう、撮影の時はもっとデコデコです。今日は金曜日なので、月曜日の日の用意をしていきます。で、今日落書きしました。ちょっとここ。またしたん。うん。好きなピンクと黄緑。かわいいやん。アイドルになってる。どんどんギャルになっていくな。そう、なんかインド人みたい。インド人。なんか違うけど。で、ある程度は終わりました。で、次は空手の準備をしていきます。はい。空手のカバーはこんな感じです。こちゃこやな。そう、これ一番くじやったっけ。うん、そうそうそう。で、当てました。まず汗拭きタオル、はい、を入れます。あと殴るやつ。カバーやな、手の。そう、手のカバーのやつと帯です。さっきは黄色帯です。クエアと容器です。これは後で着替えます。スイートのシーンで買いました。キラキラやん。かわいい。キラキラ、めっちゃ可愛くて買いました。ギャルっぽいやつ。これも入れます。じゃあ次は夜ご飯を後で炊いていきたいと思います。バイバイ。今からご飯を炊いていきたいと思います。これ100均のキティちゃんの方でマオが作ってくれました。これオムライスです。そう、中のご飯はちゃんとチキンライスで。そう、チキンライスです。いただきます。めちゃくちゃうまそう。キティちゃん代わりもんって何で作っとるの。カニカマ。ごちそうさまでした。じゃあ次は道着に着替えていきたいと思います。道着はこれです。着替えます。こうやってこうやってやって、次は黄色帯です。準備できました。これから空手に向かいます。イエーイ。今から空手向かいます。向かいます。なぎが空手を始めたきっかけは、はい、お姉ちゃんの
ゆわが、はい、空手を始めてて、で、なぎも1年生になったら始めたいと思ってたので、そこからもっと強くなりたくて、で、始めました。イェーイ。で、空手は週に1回行ってまーす、うんはい。はい。じゃあ、空手、向かって頑張っていきまーす。頑張りまーす。掴んで。どこでどこで動かせない。どこでお米の魔法を持ってたこの生地はこれ以上。なんだろう。すげえ。こんにちは、超ハッピーギャルのディアです。今日は習い事がある日のルーティンを紹介します。それではどうぞ。はい、じゃあアイス食べてきます。ディアはいつも学校から帰ってきたらまず絶対にお菓子かアイスを食べます。まあ基本食べやすいパパパッと食べれるアイス一個だけ食べて宿題をすることがほとんどです。今日はアイスボックスです。アイスボックスだとぶどうが一番好きです。みんなどうやって食べますか。これこうやって食べる派か、ここに入れて食べる派か、リアは入れて食べる派です。じゃあいただきます。でいつもアイス食べながらこうやって携帯見たりとかしてます。TikTok とか YouTube を見ながら食べてます。はい、皆さん突然なんですけど、ディズニーの乗り物で何が好きですか。あ、ちなみにディズニーランドで、いや、プーさんとハニーハントが好きです。やっぱね、プーさん好きにはたまりませんよ。はい、
じゃあ次はディズニーシー。じゃーん。何ですか？ディズニーシーの中で好きなアトラクション。いわば新エリアのファンタジースプリングスのアナ雪のフローズンジャーニーが好きです。では携帯いじます。はい、ということで次宿題していきまーす。今日の宿題はパソコンを使う宿題なので、今からパソコンを使ってやっていきまーす。今日の学校の授業が算数と図工だったんですけど、最近算数、先生も優しいし、楽しいので最高だったんですけど、まあそれもそうだけど、図工も大好きで図工があって本当に最高で、今日もハッピーな一日でした。最近は図工で絵を描いてるんですけど、ちょっとうまくいかなくて、うわーってなりました。まあ、でもね、どうにか絵の具でごまかせたので、いいでしょうという感じです。チピチピチャパチャパチピチピタパタパタパピチピチピポポポ。いつもまず帰ってきたら、さっき言ったようにおやつ食べてから絶対宿題やって、で、その後に、英語とか、ピアノとか、いろいろ、他にもやることをやるって感じです。今、宿題がいい感じに終わりそうなので、終わったら、英語をやっていきたいと思いまーす。今日はディズニー気分なので、ディズニー仕様でお送りしまーす。今日は、リオのオンライン英会話の様子を皆さんにお伝えします。いつもこの部屋の端っこでやってるんですけど、その理由がエルトがこのドアから入ってきて邪魔してくるので、この角にいて入らせないようにしてます。英語を始めたきっかけは、ちっちゃい頃からアリアナが好きで、4年生の頃からこのオンライン英会話を始めました。その4年生始めた時はコロナがすごかったので、あまり人と接触しないようにこのオンライン英会話を選びました。初めて4年生から毎日25分間やってまーす。今4級まで合格してるんですけど、今後の目標は、コギャルはやっぱり世界に発信する媒体なので、いろんな外国人の方とお話しできるようにペラペラ喋れるように頑張りまーす。じゃあ早速お気に入りの先生を選んで始めていきまーす。Okay, let's start your lesson, Yuya. Yes. Okay, this time we will read first the words in the yellow box. So please repeat after me. Okay. Is it going to rain? Is it going to rain? I'm not sure. I'm not sure. I hope not. Okay, very good. So this time we will do a role play. I will be the girl with the blonde hair.And then you will be the girl with the black hair. Okay? Okay. We're going to go camping tomorrow. I'm really excited. Me too. How's the weather going to be? It's going to be cold. Is it going to rain? I'm not sure. I hope not. Me too. Okay, very good. Ask you and then you will answer the question. Okay, for number one. How's the weather going to be? It's going to be cool.Number two, how's the weather going to be? It's going to be cold. Number three, how's the weather going to be? It's going to be warm. Number four, how's the weather going to be? It's going to be hot. Okay. How old are you? Seven. Or 12? Yes. Thank you so much for today. Thank you. Welcome.はい、ということで終わりました。こんな感じで毎日25分間やってます。その日の気分で先生を変えてできるので、もっともっと頑張りたいと思います。以上、リオの習い事がある日のルーティンでした。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。